とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強装備入手しました。使っていきましょう。これ251重力のハンマー金です。黄金スキルが、凍結だね。モブを鈍化させるっていうことで、敵の攻撃速度を遅くさせるので、これ防御になるよね。うん。敵の攻撃速度が遅くなるので、ダメージをもらいづらくなるので、すごくいいと思う。しかもレベル3だしね。いいよ。で、エンチャントが、クリティカル旋風輝き。最高じゃないかなと思う。本当に。これはボス、まあ、どちらかというと、雑魚戦だよね。重力がついてるやつだから、雑魚戦寄りのやつだけども、多分、相当強いと思う。早速、使っていってみましょう。はい、行こう。プラス25のところだね、ここは。で、いつもはね、闘志の締め具でぐるぐるやってるんだけども、囲まれたら、死ぬこともある。それぐらい、強いところだもんね。これだったら、あ、ちょっと待って、待って。もうちょっとさ、まあいいや。とりあえずこれぐらいの数からやっていってみよう。若干厳しいか。いや、まあ。あれだね。今のは火炎がついとったから、ちょっと痛かったんだろうけど、いや、いける。すごいぞ。やっぱ重力が、かなり使いやすいよね。敵をもうこっちに寄せないもん。攻撃範囲のところに留めてやっちゃうから全然いいね。ちょっと今は攻撃力アップが入ってるけども、攻撃力アップなしで多分相当いけると思うよ。ちょっと待って、ある程度集めていっちゃおう。若干厳しい。厳しいね。厳しい。若干の厳しさがある。ちょっと攻撃速度が足らない感じか。もうむしろ、あんなに集めてしまうとダメなのかもね。ある程度のところで、やってるといい感じに。はい。まあ、戦い方次第ってところか。だね。でも重力の特性を最大に活かした戦い方がいいよね。集めすぎると、ちょっと、重力がね、変な風になっちゃうので、あまり集めすぎない形で、こう戦っていくといいか。ああ、いいね。地形を利用するとすごく安定する。ダメージもらわない。いいね。闘志の締め具はね、まあもう、真ん中にね、こっそり行ってもいいけど、まあそれでも死ぬときは死ぬけどね。そうだね、これ、この装備も、ど真ん中にこっそり行ってもいいかもしんない。ただ、攻撃速度アップの雲の防具とかスパイダーアーマーか、あの辺りを装備したいところだね。ちょっとキノコだけの攻撃速度じゃ大人数になるとちょっと攻め込まれてしまうので、やばい、これはやばいぞ。これはやべえぞ。いい、ここで行く。後ろからも来とるし、来んな来んな。ちゃんとね、壁を背にして戦うとか、そういうのを意識してやると全然いいね。おお、画面が揺れる。じゃあ破壊力も申し分なし。これはなかなかいい装備だ。いい武器を俺は手に入れたみたいだな。よし、オッケーオッケー。やっぱ重力のハンマーいいね。最高。
めちゃくちゃ使いやすい。いい感じに本当に集めてくれるし、ダメージほぼもらわないんで、いい。もう戦い方がね、若干慣れる必要があるけど、今までね、すごい集めてたんで、それを注意していけばいいだけのこと。よし、じゃあちょっとボスとも戦ってみようか。どんな感じだ？あ、でも、一撃の威力はなかなかやね。あ、で、さらに、あ、そうか、凍結が入ってるから、戦いやす。動きが遅くなるから、戦いやすい。あ、そうか。そうだね。この黄金スキルの凍結は、このためにあるんだ。はい。これはいい。この装備気に入った。よし。はい、今日はね、重力のハンマーの金装備、入手したんで使ってみましたけども、いいね。凍結がいい感じに敵をゆっくりさせてくれるし、まあ、エンチャントもね、いいよね。クリティカル旋風輝き。うん、すごく理想的な感じだと思います。うん。まあ、武器はね、結構入手したけど、防具だよね。金の防具。まだ全然入手できてないんで、頑張っていきたいところ。もう何回もやってるけどね、出ないもん。出ない。まあまあ、まだまだね、頑張っていくんで、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。